今日の私がお伝えしますは、高齢者の車の運転についてお伝えします。高齢ドライバーによる交通事故が社会問題となる中、免許の返納を考える方もいらっしゃると思います。ただ、車社会の宮崎で免許を手放すことは、暮らしに大きな影響を及ぼすのも事実です。今回、安全に運転ができる年齢を伸ばそうという自動車学校の取り組みを取材しました。こんにちは。 船木さん、うん、今日よろしくお願こちらが都城市に住む船木照久さん、し、はい、子さん夫婦、80代の2人は現在も車を運転、大型トラックやタクシーなどのドライバーをしていた照久さんの運転で、ドライブに行くこともしばしば2人でお昼ご飯を食べに行ったりとかされるんですかはい おいしいもんがあったらどこまでも行きますよ大分の赤鯖国にも行ったし <laughs> 他にも買い物や病院などほぼ毎日車を運転していますそんな二人にとって運転する際に安心材料となっているものがありますまあよかったですねまあ自信がありますわね まあ安心して,てあの運転できますらね今月14日船木さんの姿は都城ドライビングスクールにありました2人はこちらのスクールが4年前から実施している運転力検診に参加しています運転力検診とは65歳以上のドライバーが対象で スクールでの運転を見た指導員が評価やアドバイスを行います自身の運転の状況を自分で知っていただいて運転の継続をしていいのかどうかというあの判断をしていただきたいなというところはありますね運転には自信があるという船木さん順調にコースを回っていると もう少し手前で止まるでですね。朝ですか。はい。ブレーキのタイミングを早めるよう助言を受けていました。もうまたしばらく外周回りましょうか。はい。はい、お疲れ様でした。<laughs> どうもありがとうございます。すごい安全運転ですね。同じ年代の方に比べて車間経路をちゃんと開けてもらえてるし、前の車について止まる時にも安全な間隔が開ける。とても安全運転です。はい、まだまだ乗れます。ああ、まあ安心しました。<laughs> はい。 65歳以上のドライバーを対象に無料で行われてきた運転力検診それはこの取り組みが国立長寿医療研究センターのあるプロジェクトの実証実験でもあるからですそれは今回のプロジェクトはですね運転寿命延伸プロジェクトというプロジェクトでありまして安全に運転を継続できる期間を伸ばしていく そういったあのプロジェクトですこのプロジェクトは高齢者の安全運転技能を高めることが狙いの一つで実証実験は3年かけて行います1年目は横に指導員が乗って運転の癖などを矯正するための反復練習を1か月合わせて8時間行いますその結果身についた安全運転技術が 一年後、二年後も継続しているか調べていますこちらは愛知県での実証実験の結果です反復練習などにより点数が大幅に改善し一年後もある程度保てていることが分かっています方方島田研究部長は運転することが難しくなった高齢者に免許の返納を促すことは重要としながらも 安全に運転できる高齢者が運転をやめることは、健康面に影響が出ると指摘します車のない生活を急にしますと、その後、要介護状態に陥ってしまうリスクっていうのが、続けてる方に比べて、8倍に高まるということが、我々のまの疫学研究の結果から明らかになっております。 運転をしないと生活の範囲ですね、日常生活の活動力の低下というのは、その後のまあ心身機能の低下、これにまあ密接につながっておりますので、日常生活に支障をきたすようになる、まあ、そういった流れが想定できます。 船木さん夫婦にとっても生活に車は欠かせませんそんな中運転力検診が一つの目安になっているようです運転力検診で大丈夫ですよって言われるのははい、それがももううね、あもう またこの切り替えまでやれるかなと思って安心できますわね車社会の宮崎で免許の返納は生活に大きな影響を及ぼします高齢ドライバーが安心して運転できる仕組みづくりが社会全体の安心にもつながります これまで1,300人の方が宮古の城ドライビングスクールでこの運転力検診を受けています。運転を続けるかどうか判断するにはこういい取り組みだと感じました。 さんはこの高齢者の車の運転についてはどう考えられますか、うんはい、そうですね、この運転力検診はすごくいい取り組みだというふうに感じました、特に地,地域、地方の生活は、やはり車がないと、うんうん、なかなか不便だったりとか、行動範囲があのおっしゃられたように狭まっていきますので、はいうん、そういった中でどう安心をして、お互いに運転を継続できるのかっていう,う、ねあの、全体で考えていきたいことですね。そうですね確かに今回の取材 私がを通して年齢でもう免許を返納しようという流れがありますけど高齢ドライバーの立場に立って一緒に考えて話すことが大切なのかなと感じまししたここままでで私がお伝えしますのコーナーナした。